ないんですけど、どういうふうに結成したかって言ったら、あのもう言ってしまえばミキシーのなんかメッセージ来たっていう集まりなんですよね。まあ自分もちょっと別にバンド組む予定っていうのは全く目処になかったんですけど、こう、まあ、今日まず初心者、初めてバンドに参加するのがユタとボーカルのユイさん2人で、ユタ自分一番最後にあのミキシーでメッセージ来たんで、どういう形で成り上がったのかわからないんですけど、まあユタが3人誘って、まあ、自分もこう職場でゴロゴロしてるところに一着の新着メッセージがあったところにバンドの誘いがあったって感じで、まあ、まず入らせていただいて結成したのが、まあ、スタンキーっていうのはみんなの頭文字から取ったのを STNKY そのままつなげただけで、まあありがちな、はい、すごいメジャーな頭文字からっていう、もう決まらないのでこうしようって感じで、でもそれでもまだ聞いた話、初心者2人と、まあ、ドラムとベースの子も多分今日で3回目なのかな、うん、まあ、自分は8回とか7回目結構やってるんですけど、もう高校時代前回来た人とかいますかね、1週間前、まあ、アルファアルファさん の, そのバンドリーダーのタケルっていう人とずっと高校生から組んでて、で今ちょっと職が忙しくなって辞めて、もうかなり久々に参加させていただいてるって形で、まあ、何を言いたいかっていうと、まだもう本当未熟で、練習もみんな職バラバラなんで、前回1回しかやってないんですよ。先週の日曜日1回合わせただけの今日本番なんで、すごいグダグダな状態で迎えてしまったのを、まあ、申し訳ないと思いますっていう感じですね。まあちょっと時間もあれなんで、2曲目はあのスキャンダルのドールって言って、自分も聞いて今回聞いて初めてやったんですけど、まあそういう曲らしいので。